今日はいちごの美味しい季節のうちにすごいねガトーフレーズの作り方をお見せしたいと思います。カットしていくのは焦げ目がついてるところはやっぱり硬いところですからね、それはスライスして取り外してしまいましょう。佐賀県のいちごさんといういちごです。甘くて美味しかったんですよ。こちら、トッピングのいちごでございます。でこちらサンド用のいちごでございます。綺麗なのをねトッピングに残しておいてください。でちょっといまいちなのをサンドに使いますけど、1個のいちごを3枚ぐらいか2分の1ぐらいにしてください。今日は2分の1にしてきます。2分の1ぐらいにしとくとカットした時に断面にちゃんといちごの存在感があるのでおすすめですよ。生クリームの 42% と 35% 合わせます。ここに大さじ1杯のお砂糖と、今日はオレンジキュラソーしかないのでオレンジキュラソーにします。キリシュワッサーとか使うのもいいです。ちょっと入れるだけでいいです。ほんの香り付けなのでね。では泡立てます。薄くでいいです。またクリームをサンドしてこれにのせます。サンドするところから平らをイメージしてくださいね。では塗ります。くるーっとパテ腕です。剥げてて全然 OK です。そしたら上にいっぱいクリームのせましょうね。はい、広げます。ふーっと一周して剥げてていいですよ。上はねデコレーションで消えます。で周りにまたクリームを塗っていきます。でくるー一周してくださいね。一周したら周りをお掃除してください。上にたっぷりのせましたのでデコレーションに入りたいと思います。これはねなんかあんまり理屈じゃなくて見て覚えてほしいかな。はい、お顔を作りますね。クリームでね、はい、リング作ります。ヘラ1個で作れるとね、たったかたったかデコレーションが進むので楽でいいですよ。はい、できました。ではデコレーションに入ります。いちごを乗せるだけです。これはねずっと私のお気に入りでいつも作ってるケーキです。ではこの春、いちごをたくさん召し上がってください。バイバーイ。またねー。